そう、YouTube 企画第3回を迎えました。いやー、今までね、ちょっと喋りすぎたんでね、今回はね、しっかりと内容若干コンパクトにする気持ちだけを持ってやりたいと思います。今回はサッカー解説者の山下良輝さんです。よろしくお願いします。よっ、いや、いっぱい喋ってください。いえいえ、今回良輝さん喋ります。頑張ります、ね、解説者ですからね、はいはい、さあ良輝さん、はい、僕たちね、何度もね、はい、KBC のテレビラジオで、はい、コンビを組んで実況解説でお送りしてまいりましたけども、はい、いよいよ神戸戦が19日そうなんですよ、迫ってきましたよ。楽しみでしょうがないですよね。いや、もうなんかワクワク感がね、3週間待ちました。リーグ中断期間ね、中断期間も僕も待ってましたよ、ね。今回も、ね、楽しく熱くお送りしたいと思うんですが、良輝さんに今回はですね、見どころ、はい、戦い方などについてたっぷりと語ってもらいたいんですけど、はい、今シーズンのアビスパここまで5位なんですけども、はい、すごいですね。予想してましたか？してないです。僕もしてなかったです、すいません。いやー、まあ、いい意味でね。はい、裏切ってくれてね。そうですね、うん、ここまでのアビスパの選手たちの戦いぶりっていうのはどう見てますか？本当に試合やるにつれて自信持ってきたなっていうのは一番印象を受けますね、選手たちが、ね。まあ、開幕戦ね、名古屋にあんなケチンケチンやられたん で、 そうですよ。どうなるかな、今年1年どうなるかなと思ったんですけど、そっからもう何連勝でしたっけ、うん、6連勝もありました。6連勝もあったし、もう本当苦しい試合ばっかだったんですけど、本当見てて安定感というか安心して見れるようになったなっていうのは感じますね。ですね、開幕戦、良輝さんと私がね、 KBC ラジオの実況中継しましたけど、はい、番組の最後で良輝さんが負けたけど、はい、相手が名古屋で良かったっていう一言がすごく残ってたんですけど、はい、その心はっていうね。いや、本当に名古屋って去年ですかね、もういいとこまで行って、なんか破壊力ある攻撃力、に対して開幕戦どう来るのかな、アビスパに対して、そしたらもう個で、いや、やってきて、それをどうすればいいんだってアビスパがね、苦労したと思うんですけどね、だその試合で J1 っていうこういうものなんだっていうのを気づいたのかなと、ね、しかももう J1 のね、はい、上のレベルを体験してね、そうですね、そこからでもよく修正しましたよね、チームがね。いや、本当に雰囲気がいいんですよね、長谷部監督になってから、チームの雰囲気っていうのは、みんな真面目です。真面目ですね、はい、一体感を感じますしね、はい、一つになってました ね、 ね。そんな良輝さんにまず聞きたい、はい、19日神戸戦、はい、アビスパのキープレイヤー、勝つためのキープレイヤーをまず教えてください。キープレイヤー、はい、ですね、誰にしましたか、フリップを見せてください、どうぞ。じゃん、はい、サロモンソン選手です。サロモンソン、ね、右サイドバック、はい、前選手でもなく、ブルーノ・メンデス選手でもなく、大体サロモンソン選手、良輝さんはこういうの上げてくださいって言ったら、はい、やはりフォワード出身だから、そうですね、前線の選手上げてくれたんですけど、はい、意外でした。そうですね、はい、やっぱりフォワードはパスを受けてシュートを打つ、ゴールを決める選手なんです、そのためにはサロモンソン選手の右サイドから上がり、ピンポイントのクロスボール、いいですよね、これでヘディングなり体に当てるだけ、こういうプレーっていうのを見てみたいな。あと右サイドもずっと走ってますからね。いや、これ上下の運動量が半端ないですよね。これはもう鳥肌もんですね。でやっぱりこの人がその試合こう前半から相手の深い位置、高い位置にこう常にいることができるかっていうのも大事じゃないですか。そうですね、もうサロモンソン選手がもう、ね、しょうがなく下がってるようだったら、多分アビスパは攻撃できなかった、まあ、相手のね、古橋選手もかなり左サイドにいるし、いイニエスタ選手もイニエスタ左側でね、プレーすると思うんで、このいや、そうですね、サロモンソン選手が重要かなと。そうか、古橋選手もイニエスタ選手もどちらもね、左最後だから、アビスパでいうとサラモンソン側の右でこうプレーするエリアが広いですから、重要ですね。重要なんですよ、実はめちゃめちゃ大事。みんなイニエスタ見たいとか思ってるんですけど、この選手注目です。
すがかサッカー解説目つけますね。あ、いいところに目つけた。で、相手のですね、はい、ヴィッセル神戸なんですけども、はい、まあ資金力もありますしね、はい、強いチームっていうのは分かってるんですけど、どんなチームなんでしょうね。いや、もう個ですよね。しっかりしてますからね、はい、まあ、イニエスタ選手にしろ、もう基本がしっかりしてるからこそ、はい、ヒールキックとか、うん、すごいアイデアが溢れるようなプレーがトリッキーな、ね、子供ね、見れるんだなっていうのは感じますよね。まあ、メンバーだけ見るとものすごく怖いんですけどそうです、ね、あと一つ重要なポイントで、名前負けしないっていうね、相手にね、イニエスタ選手いる、古橋選手いる、はい、山口選手もいる、山口蛍、そこで負けない、ね、酒井豪徳選手もいるし、うん、ドーグラス、いや、いっぱいいますね。そうなんです、控え選手ね、松谷選手もね、あ、そうだ、去年までね、アビスパ活躍してくれた選手もいるんで、ね、東福岡、はい、ね、山下さんの後輩です。だいぶ違いますけど、はい、ね、その神戸のたくさんいるタレントの中で、はい、特に山下さんがこの選手は気をつけた方がいいっていうのはどうでしょうね。僕ボランチの、うん、まあ、中盤の山口蛍選手が元日本代表ですね。怖いな、くせ者だなと。チャンスがあったらゴール前まで来るんですよね、うんうん、でそれを見逃さないイニエスタのパス、これが一番怖いなっていうのは、古橋選手にね、こう釣られてスペースを空けてしまうとそこに入ってくるんで、スピードがある古橋選手っていうね、 J でも屈指のスピードを持ってる選手、はい、当然ディフェンスの裏のスペース背後を狙ってくる。そうですね。ただそれに釣られてずるずる下がっちゃうとスペースができちゃいますよね。そうなんです、そこを突かれる、そこに侵入してくるんだ。そうなんです、嫌なところに来ますからね。あとはもう神戸が攻撃してる時に、うん、取られた後の切り替えが一番早い、はあはあはあ、まあ、アビスパではね、前選手も早いんですけど、うん、もっとそれ以上も早いんじゃないですかね、山口選手。早いですね、狙ってるんでしょうね、守備力も高いし、はい、でその時にスペースにこう入り込んでいってミドルシュートも放ってきますよね。そうなんですよ、でかっこいいじゃないですか、イケメン。まあそうですね、そこもまあ大事ですね、まあ、アビスパもイケメンいっぱいいるんですけど ね、 ね、なんてだって山下さんプリンスですから。いや、もうこんなおじさん、プリンスと呼ばれた男、こんなおじさんですもん。いやいや、昔昔です ね、 ね、改めて聞きたいんですけど、あのイニエスタ、あのイニエスタ、はい、でサッカー詳しい人もそうじゃない人も、イニエスタ今度博多に来るらしいっていう、この超重要人物イニエスタのサッカー選手としての凄さって改めて言ってもらうとどういうとこですか。もうボールは取られない、はあ、何人来てももう11人いても取られないんだぐらいのイメージですそれちょっと言い過ぎましたけど、はい、でもそれぐらいもうマラドーナで5人抜きでしたっけ、まあ、あれもうその倍でももうかなわないぐらいのそれイメージイメージね。だそれだけボールを取られないし、うん、パスも出せる。パスがやっぱりフォワードだったんでワクワクしますよ。ここに走ったらボールが来るんですよ、はあ、どこに走ってもボールが来るんですよ、はい、すごくよく、最高じゃないですか。だからそのなんか安心感とかって信頼ってすごいですよね。すごい。だから本当に古橋選手っていうのはすごく成長したんだろうなって、うん、で代表でも活躍してるじゃないですか、うん、だからそういう選手がいるからこそフォワードってやっぱ生きるんで、はあ、山下さんが、はい、もしイニエスタとプレーしてたら、うわシーズン何点ぐらい取れてたと思いますか。そうです、まあ、外してるんでしょうね、僕その分いやでも本当シュートチャンスっていうか、うん、ゴールに本当近づけるパスをくれるんで、うん、まあ、2桁は余裕でいくでしょうね、うん、いくでしょうねって、まあ、想像。いやもうイニエスタからパス来るわけですから、はい、ね、なんかイニエスタ愛の方が強くないですか、ビスパー愛より。今あの危なかったです。サッカー愛がちょっと出てきたんですね、はい、サッカーを愛してます、はい、ね、よかったです。これでもイニエスタをこう封じるどうしたらいいんでしょう。攻撃の起点ですよね。もちろんそうですね。彼を経由していろんなパス出てきます。
まあ、ずっとマンツーマンでマークするのはもう無理なんですよ、はい、いろんなところで動くし周りを使うし、例えばイニエスタ選手にボールを出させないとか、はい、ボールを持った瞬間に必ず誰かが行くとか、乗せる、はい、それを90分間やり続けるとか、うん、していかないといけないのかな。そういう意味ではやっぱり前選手っていうのは重要になるのかな、まあ、ボランチで守備の時はね、まあ、司令塔じゃないですけど、うん、前選手が いるからこそ安定してるんですよね後ろが、うんうん、そういう意味では前選手も重要になるのかな。ですからイニエスタ対前、うん、これ面白いですね。面白いですね。いやーでも前選手ならこうプレーエリアものすごい広いですから、はい、なんかやってくれそうな気もしますね。もちろん、ね、で、あとは前選手はプレッシャーをかけ続けて、うん、イニエスタをイライラさせると。あメンタルでもちょっとプレッシャーかけていく。そうです。外国籍選手ってやっぱりね自分のプレーがうまくいかないとイライラすることが多いんで、うん、そういう風にできたらアビスパの勝利に近づくのかなっていうのがありますね。そうですね。楽しみになっていますね、はい、先制点、先制点大事ですね。これね、ここ最近のアビスパってね、うん、中断前はちょっと先制点取られたんですよね、前半のうちにね、はい、今アビスパ3試合連続、先制点を許してるんですよね、うん、そこで1点早く取れれば、うん、アビスパのペースになるのかな。相手に絶対先に点を与えちゃいけないですね。もちろんそうですね、うん、で逆にその相手の神戸もですね、はい、直近の中断前の5試合見ても、はい、先制点わずかに1試合しか取ってないんですよ。 あとは全部先に取られてます。だから神戸も決してね自分たちの流れで常に試合を運べているわけではないんですよね。でも両チームとも先制点が欲しい試合になりますね。特にそういう意味では前半の進め方入り、はい、アビスパ大事ですよね。いやもちろん最近ちょっとね前半が重いなって思うんですよねそうです。なかなかプレッシャーかけてるけどボールを取れないっていう場面が多い、ね、はい、多いですね、うん、前半っていうのはちょっとどうですかね、様子を伺いつつみたいな入りが多いんですかね。アグレッシブに前から行くぞっていう感じより、まあ、ここ3試合は本当にプレッシャーかけてるんですけど、うん、相手がロングキックでちょっと長いボールを増やしてきてたので、はいはいはい、なかなか行ったら後ろ向きになるっていうことが多かったので、うん、なかなか行けなかったのかな。アビスパお得意の前から前線からプレスではめ込んでいってショートカウンターっていう形に持っていかせないような相手の工夫が見られたと、ね、やっぱ研究してきますからね。そうそう、ね、一周するんでね、その辺の対応もね大事ですね、はい、で、ちょっとね今酒井ディレクターから、はい、大きい穴の注目のポイントということでね、はい、私も喋っていいんですかね。どうぞ。あ、何分ですか。いやちょっとそあの秒数設定やめてもらっていいですかこの企画第3弾なんですけど、はい、あのそういうのいきなり酒井君にやられてるんで、あ、はい、アビスパイすごい持ってるのに、はい、秒数に届かなかったっていう屈辱があったんで注目のポイント、はい、そうですね、やはりアビスパの持ち味、高い位置で奪っての速攻カウンターがどこまで機能できるかっていう、連動した動きを見せられるかっていうところですね。ですからあの高い位置をできるだけコンパクトに保りつつ、 できるだけあの自陣じゃなくて相手の陣地で、うん、あの追い込んでプレーができるかっていう、あんまりこう相手に回されることを警戒しすぎて下がってくると良くないと思って、 ね、そういうアグレッシブな姿勢を前半から貫けるかどうか、そしてセットプレーだと思います。あ、大事ですね、はい、この2つが僕は鍵じゃないかなと、はい、すいません解説者っぽい話をしちゃいます今度僕実況の方でやらさせてやってもらいますやってくれます実況大変そうですさあ山下さん、はい、山下義輝さんの今度のアビスパ対ヴィッセル、ズバリ予想スコア教えてください。大嫌いなんですよねこれね、外れたらねもう文句じゃないけど、なんか解説者の方って大変だなと思うのは、ね、シーズン始まる前大体こうどこがね、そう予想順位とかもあるし、どうなりますかとか、この試合どういうスコアになりますか、はい、大体ディレクターとかに聞かれるじゃないですか、はい、すごい嫌でしょ。嫌です目の前にいますけどね。
さあではいいですか、もう決めてます、もうもちろん、はい、わかりました。では今度の神戸戦予想スコアお願いします。 2-0 2-0 で、もちろんハミスパです、はい、もうびっくりした、それはそうですよね、もちろんそれはそうですよね、もちろんもちろん、まあ、前半早いうちに1点取って、はい、で前半終わります、で後半最後の方で1点取って2-0、はい、もう1-0でずーっといいですね、それ、そう、最後の方まで来てしびれる試合をしてもらって、もらって最後1点ダメ押しのゴール、うわいいな、誰決める、誰決める、誰決めるの、言っちゃって言っちゃって、サロモンソン選手からのクロスを、クロスをメンデス選手がね、切れてますよ、キレキレです、ゴール前での強さっていうのを発揮できてるんで、僕ももうブルノメンデスって言いたいですよ、ブルノメンデス選手が1点取る、うんうん、そしてで最後の1点は終盤に日本人選手にやっぱ頑張ってもらって、ね、あ、決めてほしいですね、取ってほしいですね、やばしてよしてるないか、ないな、ないか、ないです、まあ最後はね、途中で出てくる選手もそうだし、うんね、チャンスはあるので、まあ、1点誰でも OK です、はい、こういう予想になりましたね、はい、大いに期待しましょう。さあということで、いよいよ迫ってきました6月19日土曜日、お昼1時からですね、 KBC テレビで地上波実況生中継でお送りします。解説はおなじみの山下芳照さん、そして実況は大木重雄氏が担当します。そして今回ですね、初の試み KBC YouTube 同時生配信を行います。解説はですね、今アンバサダーとして活躍をされている中村北斗さん、いろいろプレゼント企画もありますし、はい、北斗さんならではの解説もあるでしょうしね、まあ、YouTube ならではのまた地上波とは違う、ゆるいお話もあると思います。あ、楽しそうですね、中継中こっちに来るかもしれないですね。どういうことこっちに来るってどういうことKBC の中継に急にテレビの方に来るかもしれないですね。ベススタにYouTube の皆さんはKBC の本社で、あ、こっちでやるんですか、はい、会えないんです、僕たちは現場です、はい、あ、もちろんもちろんもちろんね。はい、なかなか直接会いませんけど、あの放送の中ではね、はい、ハーフタイムなんかで楽しくトークする予定です。あ、本当ですか、はい、楽しみですね、そのあたりのね、はい、絡みも、楽しみにしていただきたいと思います。山下さんのスコアがズバリ当たっているのかどうかも、お楽しみください。テレビでね、ぜひスタジアムに行けないという方はぜひテレビで地上波 KBC テレビでお楽しみいただきたいと思います。吉田さんありがとうございました。ありがとうございました。